こんばんは、ブリッティです。ああ、そういう方法で今度は動き出してるんだなってニュースをお届けしたいと思います。金婚西野さん、新ジャンルで信者を獲得。今、飲食店をやっていたら、どうやって集客すると聞かれたら、マスク客お断りと看板に出すとガガガガガ。で、この件で、サロンを開くと。それで、ね、また、なんだろう。おばちゃん思うんだけど、みんなで、なんて協力してなんとかやろうって、お金を集める人ってこの件は集客してないわよ。この件は今はね、集客はしてないけども。まあ言ってることはすごく正しいと思う。でも、これを言ってる人って、こいつだけじゃないからね。なぜピックアップするかっていう。あ、信者がいっぱいっていうことなのかしら。っていうことは、いや、すごく正しいです。すごく、さすが西野さん。西野さん応援してる東京市クラブをよろしくお願いいたします。で、コピー売れないわよ。だって西野でしょ。ごめんなさいね。そういう食いつき方があるんだっていう風に捉えたおばちゃんの心がちょっとね、見にくいのかもしれない。純粋に物がね、見れません。すいません。あ、それでね、今ちょっと YouTube 厳しいんで、文章はちょっと書けないんですけども、ロキアあるじゃん。徴兵をね、逃れるために、腕を骨折させるサービスがね、今大繁盛らしいのよ。一折って言っていいのかどうかわからないけど、3000円なんだって。だって、言ってね、無駄死に言われるって何のためにっていうのもあるでしょ。それで、経験ないじゃない。だから、最前線に送り込まれるんじゃないかなっていう、そういうね、噂がすごく書き、まあ多分その通りになると思うんだけども。で、そうなった時にさ、真っ先にやられちゃうじゃない。だから、そういうサービスっていうのが、今ね、もうネットとかでもすごいらしいのよ。その骨折サービス、いや、怖いわ。もうこんなことになってんの。あ、それで動物愛護団体もね、今やばいのよ、ドイツの。肉を食べてるすべての男性のテックスを禁止すべきだって言い出してんのよ。だから肉こそが有害の男らしさの象徴だって捉えてるらしいのね。で、なぜ男だけかっていうと、もう女性よりも男性の方がね、お肉食べるんだって。だから 41% も多いらしいわよ。だから、温室効果ガスを 41% も多く排出してるという。なぜ男性だけっていう。ねえ、なんか、こういうこと言う人って、大概みんななんか男性だけにターゲット絞るんだけども。でさ、テックスさせないっていうのは別にいいわよ。なんでおばちゃんこうやって強気で言えるか知ってる？それを抗議してるさ、人たちのさ、画像見たんだけど、チェンジが、いや、まあいいんじゃない？そういうふうに、ねえ。もっとなんていうの？この抗議を掲げてるお姉ちゃんたちがさ、すごかったら、ちょっと考えようかなと思うかもしれない。ごめんなさいね。これが現実よ。現実に行けんだと思うよ。まあ、いいんじゃない？別にこっちはもうどうでも。他に探すから、いっぱい。っていうふうになると思うわよ。
七日でね、めちゃくちゃ有名な、この辛いうどんのお店なんだけど、この日疲れてたから、もうちょっとね、もう前の動画になっちゃうんですけども、エビ天カレーっていうの頼んだのよ。天丼ついてんのよ。で、1320円。ちょっと高いけど、これほんとおばちゃん疲れてたんだよ。食事ぐらいはリッチマンになりたいなと思って。ごめんなさいね。底辺 YouTuber なのに、そんなリッチなんて言っちゃって。でもおばちゃん疲れた時、ガリガリ君のリッチ食べる時あるわよ。あれちょっとなんか、セレブになった気するわね。それでね、まあ濃厚。お出汁の効いてるさ、お蕎麦屋さんのカレーうどんあるじゃん。あれをもっとクリーミーにした感じ。いや、まあ美味しいわ、確かに。まあ美味しい。あと天丼もまあ贅沢にいろんなもの入って美味しい。ただね、ちょっと高い。ちょっとお高いけども、ちょっとね、贅沢したい。セレブになりたいって時はね、これどうでしたろうか。私を物にしたいなら、もっと、ズビビとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。